今回は更年期症状と更年期障害の違いについて解説をしていきます。こんにちは、更年期トータルケアインストラクターの永田京子です。簡単に自己紹介をすると、更年期サポートの NPO 法人チェブラという団体を立ち上げて、企業さんや自治体さんや医療機関などへ出張して更年期サポートプログラムをお届けしています。詳しくはプロフィール概要欄に貼ってあります。ご覧ください。さて、今回はですね、更年期症状と更年期障害の違いについてです。結構こうテレビとか雑誌とかでね、この頃新聞とかでもですよ、更年期の話題について取り上げられることがあるじゃないですか。で、何でもかんでも更年期障害というふうにこう書かれるケースが多いなというふうに思っています。これ実はですね、何でもかんでも更年期障害ではないんですね。で、更年期症状というのは何かというと、これはですね、女性の更年期の時期ですね、閉経の前後10年、およそ45歳から55歳の時期に起こってくる心や体に、起こる様々な症状のことを更年期症状というふうに言います。で、これは9割の女性がこの時期心や体に様々な症状を感じています。ほとんどの女性が更年期症状は感じているんですね。で、一方で更年期障害というのは何かというと、この更年期症状によって本人もしくは家族の日常生活に支障が出てしまう状態というのを更年期障害というふうに呼ばれています。なので大きく違うんですね。症状っていうのはもう多くの方が感じていて、で、更年期障害というのはもう本人や家族の日常生活に支障が出てしまう状態っていうのが更年期障害というふうに言われています。で、ちなみにですね、この NPO 法人チェブラ、2014年に1014名の女性たちにですね、街頭インタビューをこう実施していきました。道行く方にですね、すみません、あなたの更年期について教えてくださいというふうにアンケートを取って回ったんですけれども、今のこの日本人の対策、更年期症状もしくは更年期障害に対する対策ナンバーワンは何かというとですね、我慢なんですね。我慢してやり過ごしている方が大半です。で、やっぱりですね、本人が感じているだけではなくて、その辛さっていうのは女性がね、辛いなって感じているのは、やっぱ本人が感じているだけじゃなくて、もう家庭とか職場とか地域とか社会にもすごく大きな影響を与えます。例えばね、クオリティオブライフが低下していってしまうと、それは健康寿命にも影響を与えてきて、で、そうすると医療費、社会保障費も膨れ上がってしまったり、働く女性が増えていく中では体調不良だと集中できないので、仕事の生産性が下がってしまったり、また仕事を辞めてしまわれたりというような、すごくこう経済にも大きな影響を与えています。なので、なんかこう健康とかっていうと、すごくこうもう個人の、ね、問題で、自分で何とかしてねっていう風に思われがちだし、言われがちなんですけれども、だけど個人の問題じゃなくて、もうみんなで解決していきましょうという風に思っています。はい。で、この背景っていうのは、やっぱり更年期ってね、なんかどんなイメージありますかっていうと、なんかよくわかんないけど、こうイライラしたり、こううつうつしたり、なんかよくわかんないけど体調が優れない感じとか、なんかよくわからないけどね、なんか女として終わっちゃうんじゃないかっていうような感じとか、こうなんかよくわかんないから話題にしたらいけない感じとか、なんかそんなイメージありません？更年期ってよくわからないですよね。で、これ人間ってこうよくわからないものってこう悪だと思ってしまうんですって。つまりはよくわからないことはすごくこうネガティブに捉えられがちなんですね。例えばですね、これも1014名のこの街頭でね、アンケート取ってきた時にこう実際にあった話なんですけれども、すいません、あなたのね、更年期についてちょっとお話を聞かせてくださいっていうふうに声をかけるとですね、中にはいろいろね、もちろん教えてくださる方もいらっしゃるんですけど、中にはですね、更年期教えてあげる、更年期はね、暇な人がなるのよってね、こう言われることもあったりしたわけですね。あ、そうか、同性であってもこう分かり合えないものなんだな、というかもう分からないものなんだなというふうにもその時気がついたんですけれども、それもですね、もっともだなと思ったんです。これなぜなら、やっぱり更年期に起こってくる体の変化っていうのは目に見えないからなんです。なので、目に見えないことは
やっぱり知るっていうことがすごく大切 で、その知るっていうのは本人が知るっていうこともそうですし、本人だけじゃなくって周りの人たち、ご家族であるとか、また、一緒に働くこう会社の方々であるとかが、こう周りの人たちも一緒に知っていくっていうのが本当に大切だなというふうに思いました。で、そこでですね、私たちのやってる取り組み何かというと、チェブラ体操、体を動かすことをお伝えしています。で、それでですね、体をまずは整えていく方法をお伝えして、こう更年期障害になるリスクですよね。体がとっても不調になってしまうリスクっていうのを限りなく抑えていきます。で、さらに正しい情報をお伝えすることで、やっぱりこう何かあった時、いざという時も、適切な対策が自分でちゃんと取れるようにしていくというような、そんなプログラムをお届けしています。なので更年期のことをサポートをしていく、なんかこれを広めるために、NPO 法人チェブラ、更年期サポートプログラムを届けられる講師が全国で20人以上いますので、お声掛けいただくというのも一つの方法です。なんかちょっと宣伝みたいになってしまいましたけれどもね、こんな取り組みも行っていきます。というのもやっぱり更年期障害っていうのは予防も管理もそして対処もできるものだからなんですね。なので正しく知ること、体のケアに取り組むことっていうのがとても大切です。で、この時期を快適に過ごすための3要素も分かっています。体を動かすこと、正しく知ること、そしてコミュニティを持っておくこと。これはですね、このアンケートを取った更年期の女性、更年期を経験した女性たちが答えてくれました。まだまだこの日本では自分の体のことなのに正しく、ね、知る教育もないし、正しく知る機会もないしっていうような状況なんですけれども、だからこそ、ね、正しく知ってこの自分の体とか自分の人生を守ることに、この知るっていうことはつながってきますので、この時期にね、正しく知っていただけたらいいなというふうに思います。更年期を知っているだけで人生を大きく守れるというふうに思っています。というので、ぜひ一緒に盛り上げていただけたら嬉しいです。知った人からどんどん話題にしていっていただけたらいいなというふうに思います。そして一緒にですね、美しく健康にこの時期を過ごしていきましょう。ぜひチャンネル登録、そして高評価ボタン、またコメントや質問がありましたらこのコメント欄にですね、お寄せください。お待ちしています。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。更年期、英語で言うとチェンジオブライフです。ピンチではなくってチャンスの期間にしていきましょう。このチェブラチャンネルでは更年期を美しく健康に過ごしていけるようなヒントやアイディアをお届けしています。ぜひチャンネル登録をして見逃さないようにお願いします。そしてよろしければ高評価ボタン押していただけたらとっても励みになります。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。